今から13年前、楠本満が校舎を飛び降りたのを機に、桑名の人生は決定づけられた。彼はいじめの加害生徒らにとって永遠の足かせとなるべく、各地で人を殺している。だが沢陽子の死は桑名にとっても事態が予測不能となったことを示していた。何やってんだ、てめえ。顔と身元は抑えさせてもらったよ。これでもうお前らには何の脅威もない。なんだと。今まで好き勝手やってくれた分、つけにしといたからさ。すぐ払う時が来る。震えながら待ってな。お迎えが来たよ、間宮さん。またさっきのゲーセンに戻るの？ああ、恨むんなら一人だけ逃げた先生を恨むんだね。東、もう沙織さんたちは呼んでくれたんだよな。おう、一通り説明もしといた。支度ができたらすぐこっち来るってよ。なんか言ってた？城崎先生。桑名の正体やら目的やら教えるたんびにいちいち驚いてくれたぜ。ああ、東さんが調べたわけじゃないのに自分の手柄みたいに言ったわけねえ、八神さん。別にいいって。実際肝心の桑名には逃げられちゃったしな。だからまずは沙織さんからの依頼を片付ける。江原の痴漢事件を全部はっきりさせんだ。間宮さんにご協力いただいてさ。事件の事情聴取ってわけね。じゃあ城崎先生たち来るまでまだ時間あるでしょ。八神さんは一息入れてきたら。ん？そうか。みんな揃ったら電話するよ。ああ、俺もそれで構わねえぞ。そういや東、神室町で何か変わった様子は？ RK の連中はどうしてる？ああ、それなら昨日あたりから妙におとなしいってうちの門が言ってた。頭の相馬と阿久津が偉人町の方に行ってるわけだからな。くそ、あいつら今度戻ってきたらただじゃ済まさねえ。怪盗の兄貴がやられた分は俺がきっちり返してやる。返しってもう極道やめたんじゃなかったっけ？極道として言ってんじゃねえ。人としてやらなきゃならねえけじめだろ。その考え方が極道っぽくない？じゃあ人として取らなきゃならねえ敵討ちだ。うん？いや、モーラルか。全然違う方向に行ってるけど。とにかく俺は極道やめても人間やめたわけじゃねえ。人としての筋を通す。はいはい、人間そう簡単に変わるもんじゃないね。
もしもし、八神さん、杉浦。ああ。城崎先生たちがシャルルに着いたよ。間宮さんへの事情聴取の準備してる。わかった、そろそろ戻るよ。よろしく。源田先生まで。なんだよ、俺にいられちゃ迷惑か。まさか、そんなつもりで言ってませんよ。うちの沙織君がコケにされたんだ。どんな相手か面を拝んでやろうと思ってな。なんなの、こんなに大勢で。お待ちしてました、八神さん。これから例の痴漢事件について間宮さんから真相を伺っていきます。ああ。すると改めて沢先生のことはお気の毒でした。本当に彼女は桑名が RK に追われてるところへ巻き込まれたように思う。でもその追われてる理由がまだよく分かってない。そいつを探るには桑名の行動を振り返ってみる必要がある。ってことで、まずは例の痴漢事件からだ、間宮さん。さっさと終わらせて。あのさ、ふてくされんのはいいけど、ちゃんと聞くことに答えてよ。江原の痴漢事件は三越葉殺しのアリバイを偽装するためのもんだった。で、桑名はあんたに痴漢被害者を演じさせ、警察から法廷までまんまと出し抜いた。もし間違いがあったら言ってもらえますか。はいはい。電車であなたに痴漢したのは江原さん本人ではなく、その替え玉でした。他にも痴漢をでっち上げるために協力者がいたそうですね。そうよ。その時桑名はどうしてたんだ。偉人町にいたのか、それとも都内の方に。さっきそこのお姉さんが言ってたでしょ、江原さんには替え玉がいたって。うちの先生がまさにその替え玉。桑名が自分で江原の替え玉を。この江原が実は桑名だったわけか。そう、先生と江原さんは体格がほとんど一緒だったし、出なきゃこんなトリック思いつかなかったんじゃない。でも口元の感じとかは全然違うよ。本当にこれ桑名さん。あの口元は作り物。江原さんの顔をスキャンして 3D プリンターで作ったんだって。はあはあ。 3D プリンターってのは、PC 上で作った形のデータを実際に液状の樹脂とかで実体化する機械です。例えば人の顔も PC が形を読み取れば 3D プリントで精密に再現できます。うーん、私もよくは知らないけど、それを使って先生は江原さんになりすましてた。こんなのですよね。ほら、 3D プリントさえあれば簡単にこういうものが作れてしまうんです。なんだこれ。なるほど、目はサングラスで隠してるし、顎のつなぎはマスクでごまかしてる。いや、すごいですよこれ。むしろ口元がはっきり見えてるもんだから別人だなんて思ってもみませんでした。そりゃあたかが痴漢と思ってたら検察もコロッと騙されちゃいますよ。感心してる場合じゃありません。騙されたのは我々弁護人も同じです。あ、ですよね。桑名が江原の替え玉だったとして、
まだいくつか疑問の残る証拠があるな。そうですね、私も同意見です。疑問がある証拠って例えばどれですか？この証拠にはまだ説明がついてない。これって警察は江原を捕まえた後、手の付着物を調べてる。で、その微物検査によると江原の手から間宮さんの下着と同一の繊維が出た。ええ、痴漢を替え玉にさせてたなら江原さんは間宮さんに触ってないはずです。なのに江原さんの手には接触を示す証拠が残っていた。おかしいですよね。ここにも何か細工があったのかな。そんなの簡単。私電車に乗る前、ホームの地下で本物の江原さんと会ってたんだから。そこで手にしてた自分の下着を江原さんに触らせたの。微物検査の繊維はその時のもの。あとはその下着を私がトイレで履いたらおしまい。要するに江原さんの手についてた微物は私たちが警察に検出させたってこと。痴漢の動かぬ証拠としてね。法廷じゃみんなそれをありがたがっちゃって笑いをこらえるのが大変だった。だいぶ口が滑らかになってきたじゃん。その調子だよ。いいかな、これ。何なの？事件前、江原はこのカードを使って池袋の自動改札を通ってる。その時刻が記録されてた。ねえ、10月7日の午前7時43分です。ありがとう、星野君。八神さんのお役に立てて嬉しいです。三越場の死亡推定時刻は早くても7時半。もし江原が偉人町で三越芝を殺したんなら、その後13分で池袋まで移動しなきゃならない。はっきり言って無理だ。なんだそんなこと。ん？そのカードはあらかじめ先生が江原さんに借りて改札を通したの。そして痴漢騒ぎを起こした後、江原さんと入れ替わる時に素早く返した。これでどう？江原さんの手には入場時刻の記録されたそのカードが残るでしょ。改札の入場時刻までアリバイの小道具に。言われてみれば単純なトリックですね。ただそもそも痴漢が殺人のアリバイに利用されるなんて誰も疑いません。ああ、しかも裁判の時はまだ三越場が殺されたことを誰も知らずにいたからな。やってくれるよ。まだ他に何か？いいかな、これ。何なの？駅の地図？僕らで作った新宿駅の俯瞰図です。よくよく調べてみると、防犯カメラだらけのホームにわずかな死角がありました。前にみんなで検討してたんだ。もし江原が三越芝殺しの犯人で、そのアリバイを駅で偽装してたとする。その場合、江原は自分そっくりの替え玉に痴漢をさせた後、この死角で入れ替わることができたんじゃないかって。当たってたかな。参りましたとでも言えばいいの？その通りよ。そっちの勝ち。もう十分でしょ。あんたはこれを見てどう思うんだ？やめてよ。なんで目そらす？
あんたはこれをアシストするために痴漢の被害者を演じたんだろう。そうだけど。この動画は誰がネットに上げた？先生、最初から江原さんに有罪判決が出たらネット上に公開するって言ってた。それも含めて全部計画通りか。そう。先生はいじめ加害者に甘すぎる方が許せない。それは江原さんも同じ。息子さんの自殺が原因不明で片付けられちゃった人だし。だからあの人たちは今回の計画を立てたの。法廷で証明された痴漢行為を殺人のアリバイにする。しかもその時殺すのは罪に問われなかったいじめ加害者。それでこれ見よがしに罪を逃れて見せたら世間はどう思う？桑名と江原の本当の狙いは法を嘲笑ってやることか。すると彼らの狙いはうまくいってるようですね。法廷は警察まで巻き込んでみっともなく動揺してますから。やっぱり江原は捨て身だったんだな。自分の罪を逃れることは二の次で、法を恥ずかしめるために痴漢の汚名まで着てみせた。ええ、警官だった江原がそこまで思い詰めたんです。息子に死なれたのに誰もその責任を取らず、裁判所も臭いもんに蓋するような判決を出した。だから桑名と一緒に動いた。察するにあまりあるってもんだ。ええ、いいコンビだよね、先生と江原さんは。もう失うものがないから、私たちだけど。リスクに怯えて協力させられてる。今もそう。もう終わりにしてくれない？八神さん、もういいんですか？ああ、十分だと思う。痴漢に限って言えば江原は冤罪。少なくとも検察の並べてる証拠は全部ひっくり返せることが分かった。先日の法廷は意図的に誤審を誘導されてたんです。控訴申し立てに動こうと思います。控訴っていうと痴漢の裁判をやり直すってことですか？ええ、そこで江原や桑名のしてきた行動を暴き、誤った判決を正さなくては。いや、そいつは難しいかもしれんな。どうしたんです、源田先生、何か問題でも？いや、そもそもこの間の裁判は江原本人が有罪になるように仕組んでたんだぞ。依頼人にその気がなきゃ控訴なんて無理だ。弁護人だけがいくら控訴申し立ったって江原がそいつを取り下げちまえばそこまでなんだから。そこは明日にでも江原と話したいですね。けどまずはこっちで揃えた材料に奴がどう反応するかです。そうですね。ではそれはしかるべく明日拘置所で待ち合わせましょう。わかった。じゃあ今夜はもう解散？ああみんなお疲れさん、ゆっくり休んでくれ。よう八神、さっきの間宮ゆいってあの女返しちまってよかったのかよ。ああ、なんで？そりゃだって何件も桑名ってやつの殺しに協力してたんだろう。殺に突き出すとかしねえのか？うん、けど仕方ないんだよ。仕方ない？実は彼女の言ってた殺しってさ、俺らまだ何も証拠をつかめてないんだ。え？そうなのか？三越芝以外の死体は見つかってないし、彼女を警察に突き出せるだけの証拠は今んとこ何もない。だったらとりあえず家に帰すしかないだろう。杉浦が無事に送り届けてるはずだよ。そうか、じゃあそれはいいとして、お前はここで何してんだ？みんなもう帰ったのに。なんだよ冷たいな。帰れってこと？用が済んだなら帰れ。お友達じゃねえんだからよ。ああ、そういうこと言うんだ。その代わり手が足りねえならいつでも言えや。最近暇してんだよ俺。お前が頭下げて協力してくれっつんなら考えてやってもいい。
お前は頭下げなくても助けてくれるから下げ損になっちゃうよ。ごちそうさん。いやお前、そこはちゃんと頭下げて頼んでけよ。